な試合を見せてくれるのか。決勝戦第1セットアークエース VS ゴナ東京の試合です。ハローファイト。さあゴナ東京はもうパラメータ変わらずですね。変わらずですね。これを仕上げてきたんでしょうね。そうですね、もうここを磨きに磨いてきたんだと思います。さあ、リー選手に、三壁のまず1枚目から貼っていって。そうですね、アークエースとしてはちょっと1壁、宮部選手が1壁、あ、コウジ選手が1壁でやってますけど、はい、ちょっと早いかもしれないです、今までよりも。そうですね、かなり選手早いですね、はい、選手が早いかもしれないです、もう3枚使い切って、ま、ただゴナ東京の方ももう5枚使い終わってるんで、ここからリュウ選手、一番ウィー、アタッカーのウィー選手から一番遠いリュウ選手がどれだけ避けれるか重要になってくると思います。リュウ選手のライフは残り1枚、はい、ただショウ選手も削られましたね。おっと、これはケース、ここで粘れるのか。さあゴナ東京もう1枚避けますね。避けますね。これが日本1枚、いや、いいとこ張りますね。コウキ選手がいいとこ張ります。こうなるとこの空いた後、ウィー選手1枚なので、ここ取られないように気をつけないと。さあウィー選手決めれるのか。さあ、いやー、ショウ選手がうまい。前に入ってきたウィー選手取りましたね。まだ5秒ある。取り返せるかウィー選手。いやー、避けきる。いやー、やっぱり避けますね。1対0でアークエースの勝利です。さあ、第2セットが始まります。アークエース VS ゴナ東京の試合です。ハローファイト。おっと、2壁ですね。そうですね、ウィー選手から高橋選手がアタッカーに変わりました。ハルゴが逆サイドになりましたね。そうですね、先ほど B 選手に対しては奥のサイドで張ってたのを、今回高橋選手がアタッカーということで手前のサイドでゴナ東京は展開してます。しかしちょっと早いですね、展開するのが。ゴナ東京のシールドの、はい、ゴナ東京のシールドちょっと早いかもしれないですが、まあ、コウキ選手がうまくシールドを使いながら、はい、対処してますね。でアークエースも奥側のリュウ選手が避けながら、はいはい、射線切りましたね、コウキ選手が。狙っている予報をしっかり見極めて、はい、さあ ここ、 いやこれはちょっと早い段階でゴナ東京のシールドなくなっちゃうかもしれないです。そうですね、すべてを、はい、ちょっと4枚ぐらい今重なっている状況なんで、これでまだ、はい、アークエース残っているので、おー、取りましたね。でも決めてきたらゴナ東京、このまま逃げれば3セット目にもつれ込む。さあ、いやー、1枚、高橋選手1枚ですね、ここ避けたい。いやー、取った、しっかり取ってきますね。これはやはり逃さない。さあ、どちらが決めるか、あと5秒。いやー、つくせ、うわー、取る。やはり逃さない。リュウ選手がうまい。これはすごいですね。2対1でアークエースの勝利です。波動スプリングカップ優勝はアークエースです。おめでとうございます。おめでとうございます。やはり強い。最後まで焦らず、あの戦いができるのはすごいですね。今日1日を通して予選ブロック、はい。